僕の脳内ラジオ。はい。ということで、今週もラジオやっていきたいと思います。あのー、まあね、今日2年ぶりぐらいに、あの、いとこの家に行っていとことかと会ってね、で、まあ、いとこの家族とご飯食べたんですけど、その時に、まあ、僕が YouTube やってるって話になって、 で、なんかね、その話に、いとこたちが食いついて、で、なんかチャンネル名教えて、とか言って、そのチャンネルとかを見てね、じゃあチャンネル登録するわ、とか言って、笑ってたんですけど、で、その時にいとこがね、さすがに俺、いとこの YouTube 恥ずかしくて見られへんわ、って言って爆笑してたら、いや、確かに、そうか、って僕の家はね、結構僕がオープンに話すし、なんかもう、実家に帰った瞬間、 リビング行ったら僕の YouTube ついてるぐらい親が僕の YouTube 見てるんでそれが当たり前やったんですけど確かによう考えたら親戚の YouTube 見るってちょっとなんか変な感じして気持ち悪いなーって思ってだからそういえば弟とかもねなんか一回あの僕のお母さんとかお父さんがね YouTube 僕の YouTube 見てんのをねなんかいやもう お兄ちゃんの YouTube、家族で見てる家族、キモいイでって言ってたんであ、確かに普通の感覚で言うと、う意味わからんなと思いつつ、僕はね、全然、うん、見てもらっても全然構わないというか <laughs>、僕自体なんかすごくオープンな性格なんで、まあ、全然何でもいいんですけど、皆さんどうですかっていうね、まあ多分ね、普通の息子ならね、親に YouTube 見られるはずいと思いますよね。<laughs> 僕全然はずいとかないんですけどね。はい、ということで <laughs>、オチが見つからず、たらたら喋ったんですけど、えー、早速ね、本日のトークテーマに参りたいと思います。本日のトーク、ああ、ちょっと、はーかもなぁ。<laughs> いや、 あのね、まあまあ、毎度言ってますけどね、最近はベッドの上から撮ってるんで、ちょっと実家にいるんでね、あの撮れるスペースが限られてて、ベッドの上から撮ってるんでね、あのちょっとトークがつないのはご了承ください。まあ、別にベッドの上から撮らなくてもつないんですけど、はい、なんかまあ、だらだら言うのはさておき、<laughs> 早速本日のトークテーマ参りたいと思います。本日のトークテーマは、やりだすとやめられないこだわり病の実態、はい、ということで、 まあ僕はねちょっとなんから変なこだわりみたいなのが多くてまあそのまあ一言で言ってしまえばねんてうんでしょう強迫性障害みたいな感じの、まあ、症状なんですけどまあなんか自分で決めたこだわりをやり出すともうそのこだわりをやらずには入れなくなってやらないと気持ちが なんて言うんでしょうね、気持ち悪くなるんで、もうそのこだわりを、もう日常生活でちょっと不便やなと思ってもやり続けるみたいなところがあって、で、まあ僕は、まあ、もうね、それやめれたんで、ちょっとまあ1年前ぐらいの話になるんですけど、その時の話をしたいなと思います。はい。で、まずね、一つ目にやってたのが、あの、睡眠時間を1時間半の倍数にするっていうやつで、なんか、 そのたまたまねテレビかなんかでよくなんか睡眠特集みたいななんかほんまでっか TV とかでそういう話あるじゃないですか,なんかそういうのを見てた時になんか睡眠時間っていうのはレム睡眠とノンレム睡眠があってなんかその周期があるからなんかね1時間半の倍数で起きたら睡眠の質が上がって寝起きも良くなるみたいな話はあって。 でなんかそれを見た時に僕はねなんかあじゃあこれやってみようと思ってやりだしたのが初めなんですよ。でやりだしたらねなんかその絶対それをしたくなってしまうんですよね僕みたいな人間は。分かる人分かると思うんですけど。で 1>, あ1時間半の倍数がいいやってなって、そっからまあ6時間とか7時間半睡眠み,みたいな心がけてたというか毎日やってたんですけど、もうそれをね、ずっとやってきたら、もう寝るときはそれしないと寝れない体になってしまって、で、なんかね、 起きる時間例えば9時に起きるってなったらそこから逆算してあじゃあ1時半に寝れば7時間半寝れるなとか3時に寝れば6時間寝れるなみたいな計算をずっとしてるんですよでまあねただこれをしてるだけやったらねまあいいと思うんですけど僕はちょっとそれが行き過ぎてしまって絶対に睡眠時間を1時間半の倍数にしたいから例えば9時に起きるって決まってて あ、じゃあ7時間半で1時間半の倍数寝れるから今日は1時は半に寝ようと思うじゃないですか。じゃあそういう時に、けどやっぱり寝つけなくてあ1時半無理やと思ったらそれ諦めるんですよ。でまあ次の3時寝ようかなと思うとするじゃないですか。で、そういう時普通の人らね2時ぐらいに眠たくなったとしたら7時間今から寝れるし今めっちゃ眠いから 今のうち寝れとこうと思って7時間の睡眠をすると思うんですけど僕は絶対に1時間半の倍数で寝たいからどんだけ眠たくても3時までもって6時間睡眠になるようにしてたんですよねうわー気持ち悪いな自分で喋っててもあの頃の俺いやーなんかだからそれをやってるとねどんどん例えば今日は6時間寝ようと思ってたら ちょっとずれてしまったら次4時間半睡眠になりもしその4時間半で寝れなかったら次3時間睡眠になるっていうねもう負の連鎖を繰り返しててなんかその元は睡眠時間をというか寝つきを良くするために始めたことなんですけどそれが逆にねどんどんこだわることであの日常生活に支障をきたすぐらい良くなくて でもね、それもずーっとやめれないんですけど、ま,あ、まさにそれがね、ちょっと強迫性障害のね、症状みたいなんですけど、なんかね、やめれないんですよね。なんかもう、その続いてんのをやめる勇気がないというか、やめるのが気持ち悪くてやめれなくて、で、それもね、本当に3年間か4年間くらいはずっとやってたんですけど、あの、この YouTube をね、始めたことで、ちょっともう、 どんどん忙しくなってきて、もうさすがに、うん、そんなに出たら、つい眠時間マジで削られるからやめようと思ってね、最近やっとね、ちょっとや,ちょっとやめれたというかね、もうここ半年ぐらい、それこそ YouTube 始めたぐらいでやめれたんですけど、で、あともう一つはね、あの、信号完璧な状態で渡りたいっていうのがあって、まあこれもね、本当に意味わからないんですけど、 あの僕の中で信号の完璧な状態の渡り方っていうのがあってなんか信号っていうのは赤になってる状態から青に変わってその瞬間に渡るっていうのが僕の中の信号の完璧な渡り方ででだからその信号が赤の時は僕の中でラッキーでそのまま青になって。 えー、渡れるんですけど、信号が青の場合は、まあ普通にの人にとってはラッキーですよね。そのまま青信号を渡ればいいだけなんで。けど僕の場合はその場合青、青、赤を見てないんで、赤で止まってる状態を、なんていう、してないんで、完璧な状態じゃないんですよ。だから、青信号にもかかわらず、一回赤になるのを待って、で、また、 青になるのを待って渡ってたんですよ。うわあ、気持ち悪いこの話。<laughs> まあね、うん、なんかそれが僕の中の完璧な状態で、だからどんだけ急いでても青信号を渡らずに青信号から赤信号になるのを待って、ええー、で、さらに青信号になった瞬間に渡るっていうのをやってて、で、まあさっきその、どんだけ忙しくてもそれをやってたって言ったんですけど、 それはちょっと嘘で、それを見越して家出てたというか、家から目的地に行くまでの大体の信号どれぐらいあるかなっていうのを元からね、計算しとって、なんかそれを全部やっても全然時間間に合うぐらいに家出てたんで、いや、これってめちゃめちゃ不便じゃないですか。こだわりを守るために意味わからんぐらい早い時間に出るっていうのが。 いやだからそれもね、いやマジで時間の無駄やなと思ってて、ずーっと辞めたかったんですけど、もうね、辞めれないんですよね。わかるでしょう僕と同じ症状の人。辞めれないんですよ。で、これもね、本当に YouTube 始めて、本当にもう時間の無駄やなと思って辞めれたというか、なんかね、そういう人をね、治療する両方みたいなのもあって、なんかね、そういう人たちって、 一回辞めたらどうでもよくなるんですよ。その行為を一回辞めると。だから本当にひどい人はその人をその行為の時に縛りつけて、無理やりその行為が一回できへんようにして辞めさすみたいなのがあるんですけど、僕はね、なんとか自分で勇気を出して、勇気を出してていい言い言い方も変ですけど、なんとか一回辞めてみて、本当に、ね、一回辞めたらもう全然そっからしたくなくなるんですよ。そのこだわり。だからね、なんとか。 うん、その二つともね、やめれて、今はね、結構普通に過ごせてね、もう、今とか快適ですもんね <laughs>。いや、本当に気持ち悪いですよね、これ。けど多分同じ人おると思うわ。だからそれこそ本当に、多分ね、僕のはね、軽い多分脅迫性障害みたいな感じなんですけど、多分もっとひどい人はね、もっとひどいと思うんですよね。だからそういう人はね、 まあね、多分やめれないと思うんで、そういう無理やりやめる方法なんとか試してみた方がね、絶対人生的にはね、うん、絶対有意義なんですよね、そのこだわりがない方が。初めはね、人生を有意義にするためにこだわり作ったはずなんですけど、どんどんそれにね、首を絞められていって。で、この話をね、この前ね、飲みに行った時に、なんか親しい友達5人ぐらいと行って、 で,でそのうちの一人がその友達の彼女さんで僕が初めて会う人で僕のこともあんまり知らない人やったんですけどその話をその友達がしだした時にその,その彼女以外の周りの人は僕のことよく知ってるんでああいつものお前やなっていう感じだったんですけどあのその彼女さんは僕と初対面なのでその話 したときめっちゃ弾いてましたね。信号どういうことって。なんで青信号を待つのっていう。信号の完璧な状態って何ってめっちゃ弾いてましたね。いや、確かに弾くよな、あんな話したら。<laughs> 友達の彼女を無事引かせました。はい。ということで、えー、今週も聞いてくれた方々ありがとうございます。ここまでね、聞いてくれた方の中で、えー、チャンネル登録してない方いましたら、っていうか別に <laughs>、何回も言ってますけど、これいいですわ、別に。あの高評価の方よろしくお願いいたします。あと、まあね、よかったら新しいチャンネルの方の、えー、チャンネル登録してください。またね、全然違ったチャンネルになってますんで、ぜひ見ていただけたら、 幸いでございます。ということで、えー、今週のラジオ、ここら辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。バイチャー。Make money, people, inside. people inside in the sky Make money people inside People inside in the sky チャンネル登録お願いします。